おはようございます、タキコです。今日もタロット1枚引きで早速1日の様子を見てみたいと思います。選択肢はこちらから A、B、C の順番です。好きなカードをお選びください。それでは A のカードから見てみましょう。 A のカードです。ペンタクルの10、逆位置が出てきました。あなたにとって重荷だと感じていることが今ありますか？それでも頑張らないといけないと思い込んでいるとしたら、本当にそれを頑張る必要があるのかどうか、もう一度考えてみましょう。辛い、苦しいという気持ちがあるのなら、それをしっかりと認めて表現をしましょう。 A のカード以上です。それではいってらっしゃい。 B のカードです。フールのカードが出てきました。今日は振り出しに戻る、あるいは3歩進んで2歩下がるといったようなことがあるかもしれません。そういった時は何かしらの意味があって起こっているので、流れに逆らわず身を委ねてみましょう。混乱しそうな時は大きく深呼吸を数回すると心と頭がすっきりしてきます。今日は焦らずにいきましょう。 A のカード以上です。ではいってらっしゃい。 C のカードです。ソードの2、逆位置が出てきました。今日は判断で迷ったり考えがまとまらないといったことがあるかもしれません。そういった時は即座に反応をせず、一旦持ち帰ってじっくり考えてから判断しましょう。慌てない慌てないと心の中で唱えてみてください。 C のカード以上です。ではいってらっしゃい。